死ね。ありがとうございます。俺最近思うことがあってさ。おどうしたの？ね、俺らの年になったじゃん。俺らも年になったじゃん。まあまあまあ今年30ですよ僕ら。ね、周りがねたくさん結婚してくのよ。ああ多いですね最近ね。うん。あのなんか仲いい友達とか、うん、今度結婚すんだみたいな報告しに来るでしょ。あるねあるね。あ気まずくない？なんでだよ。気まずくない？なんで気まずいことあんだろう。え？そう友達でしょ。結婚するっつったら普通におめでとうってなもんだろう。おめでとうってさ、本当思ってる？思ってるわ。逆に聞くけど思ってねえのかお前。思ってないよ俺。開き直りましたよ皆さんこいつ。だって俺結婚なんていいもんだと思ってないからね。地獄よ地獄あんなもん。まあそれはお前の価値観だから別に否定まではしないけどもさ。だってうまく祝福できないのよ。いやまあその友達が結婚するって言ってんだから普通におめでとうでいいんじゃねえのそれ。なんか表面だけでもね、うん、やりたいのよ。なんか祝福した感じにしたいの俺。できてないのね。できてないの全然。それはやった方がいいな、お前な。練習させてじゃん。人として今までだとクズだもんだな。クズだもん。ハゲクズだよ。ハゲ俺ハゲだね。マルコーズだもん。なんだ。なんだ。なんだ。とりあえずじゃあ練習しよう。うん、練習ね。じゃあ俺はその結婚して今度結婚するって言いに来る友達やりますわ。おー、タムシ久しぶりだな。おー、伊藤さんじゃねえか。おい久しぶりだな。お前やっと出てこれたんかよ。どっからだよ。お前完全に俺今までこう口中にいたみたいな設定言ってきたろ。あれだろ、メロンパン強盗だろ。ダセーじゃん。なんだメロンパン強盗って、ただの間引きだろうね。あれちょっとカッコつけて強盗つけてんだよ。違うの？違うよ。お前なんかこうし、ね、仕事のすれ違いでなかなか会えなかった久しぶりに会うっていう設定だろ。久しぶりに会うのね。なんで久しぶりに会うの俺が獄中にいるっていう設定言ってきたの。目離すとすぐ行っちゃうから。行っちゃうから。お泊りセット、お泊りセットだけ。
俺実は結婚することになりました。マジかよ、とうとうお前が。おめでとうな。ありがとう。じゃあな、ちょっと待って。何何言ったな今。お前さ、おかしいだろお前、このどう考えたって。お前なんでよ。友達が報告しに来るんだろお前、うん、嘘でもいいからなんかその後話すげえな。お前質問とかしてこい、質問。あ、質問な、うん、お前結婚するんだか。そうなんだよ。うわ、なんかいろいろ聞きたいことあんな。何でも聞いてくれよ。お前年金制度どう。どうでもいい。今ここで話すことだぞ。払いすぎだと思うんだな。払っちゃってっから。払っちゃってから。いいいいな、お前ちゃんとしてんなお前。何の話なんだてめえよ。だから違う、そこ二人のことについてたら、なんかこうお前の奥さんどんなんなんだよとか聞けばいいだろ。お前の奥さんどんなんなんだよ。そうだな、まあ俺は世界一可愛いと思うけど。マジかよ。もうなんか喋とか出るか、喋とか。まああるにはあるけどさ。見せてくれよ。いやいいよ。なんでそんな今日いいんだよ。恥ずかしいもんだって。まさかバケモン。バケモンじゃねえよ。うれえ、マジでじゃねえ。お前何人の嫁捕まえてたの。バケモンってお前。ごめんな、変なこと聞いて。変なこと聞いて。大丈夫じゃねえよ。なんなのお前、普通大体さ、そういうのさ、持ってるとしても見せたいんだよ、本人は。見せたいの。自分の嫁をほら見てってやりたいの、本当は。見せたいのね。気ぃ使うわ、その村の中で。ちょっと見せてくれよ。じゃあ、ちょっとだけね、これな。うわ、めっちゃ可愛いじゃん。まあまあさ、まあまあまあ、すげえな、今の整形技術。やってねえよ。なんでお前、顔にメス入れた手で話してんだよ。これ500万クラスですね。分かってねえよ。違う、天然物だ、天然物。天然ちゃん、天然ちゃん、天然ちゃんの意味があってくるんだろ。天然ちゃん、これ天然ちゃんじゃねえ、うるせえの。もう帰ってよ。あんた、もっと二人についてすんの。お前なんか、あの中であれ、二人の書き初め、慣れ初めだろ。書き初め教えてくれって何だよ。努力って言っちゃうぞ。努力教えてくれんの。教えてくれって何で知らねえんだよ。それ教えてくれ、その慣れ初め、慣れ初めな。まあ別にそんな大したもんじゃねえぜ。ただこう職場でこう一緒になってお互いの相談乗ってるうちにこうなんか付き合うみたいな感じになってさ。職場かよ、うん、でもお前の職場って言ったら極道だよな。そんな仕事してねえよ。組の人、組の人じゃねえんだよ。なんだ組の人って。何ですぐ組の人だと思うんだ。姉子、姉子、姉子じゃねえって言うんだから。なんで姉子上の方行ってたしんだお前。もうじゃあ俺抜けらんないじゃねえか。何に詳しいこと言ってんだ俺は。何なんだこのお前。ええじゃねえ、俺そんな仕事してねえよお前。違うの、俺桜庭の種飛ばす仕事してんだよ。何笑ってんだってんだよ。プロだぞプロ。俺そんな仕事聞いたことない。山形とかで結構イベント呼ばれるんだよお前。マジか。おい、種飛ばしたいかいみたいな感じで。すげえな。いとかさんに来てくれてますみたいな感じで出てくるんだよ。芸人より稼いでんじゃないか。すげえよ、一回100万ぐらいもらうんだよ。すげえよ。何の話なんだよ、うっせえな。何の話してんだてめえ。でも結婚したらお前大変だろ。なんかいろんなこと決めなきゃいけないことあるんだろ。あ、まあ確かにたくさん決めなきゃいけないことあるよ。まあ式はいつだ。式、式、俺は式8月にあげようと思ってんだ。8月、うん、8月っつったらよ、炎天下で嫁さんの気持ちドロッドロに溶けるかもしれないけど。コメントは思ってねえだろ。なんでてめえそんなマイナスなこと言うんだよお前。ドロッドロにドロッドロになんねえよお前、うん、なんだお前、うちの嫁さん顔溶けるっておかしいだろよ。でもあいつは溶け始めるのうまいって言うから。何の話だよ。アイスの食べ頃聞いてねえ別に。お前アイスとうちの嫁さんいじるんじゃねえよ。あれ、あれだろ、新婚旅行とか行くんだろ。いやそりゃ行くだろうな。いや俺パリは行く。聞いてねえよ。なんでてめえそんな席もあったんだお前。なんでよ。なんでじゃねえ、うるせえなお前。なんで参加すんだよお前。そこはま夫婦見せられて、お前パリ行くんだろ。俺はハワイ行くんだ、ガミさんと別々。当たり前だろ。ほんでお前も参加する気なんだ。俺ハワイはまずいよ。なんで。俺小錦と勘違いされる。そんなちっちゃくねえ小錦を。なんでそんな舐めてんだっつうの。俺君じゃねえよ、うるせえよ。よいしょじゃねえよ。そんな簡単なもんじゃねえだろう。でもおめでとうな、ほんとな。ありがとう。ああ、そうだそうだ。俺の式、お前には出席してもらいたいと思ってんだ。マジで、うん、じゃ金払えってこと。いいかな。お前、何なんだこれ。言い方おかしいだろ、お前。友達の結婚式だろ。なんで金払えってお前。なんで俺金払わなきゃいけないんだよ。友達だからだろ、お前。友達のお祝いの気持ちだろ、お前、それ。お祝い、うん、じゃあ、お前、俺がドラクエ全クリした時、お前、お祝い金持ってきたからよ。おかしいだろ。なんでお前が RPG のゲーム全クリしたおめでとうって俺が金で使わなきゃいけないんだよ。お前、俺のドラクエとさ、嫁さんどっち大事なの。嫁さんだよ。100ゼロで嫁さんですけど。予想外の答えは。予想外だよ。普通に考えたら分かるとったらな、俺。俺がお前の何なんだよ。何なんだろう。ほらちょっと待って。ほら生あっ、ほら丸込みでしょこれ。お前おかしいだろうがお前。
らおめでとうって祝福できねえんだよお前。練習させちゃってもひどすぎるわお前。なんでちゃんとできねえんだよ。本当は俺だって結婚したいんだ。本当は俺だって結婚したいからだろうが。だからこういうことなんだろ。本当は俺結婚したいよ。いいな、みんな結婚して。お前だったらそれひがみじゃねえかよ。なんで結婚できないか分かるな。いや知らねえよ。モテないからだろ。モテないから結婚できないんだろ。なんだよ、純の山ばっか結婚したかったよ。純の野郎おかしいだろ。なんで俺結婚できないの。嫁よこせよ。さんと結婚したくない、したいみたいになるぞ。今日だってどうせカップル来たっていいんだろ。中にはいるかもしんない。ブリャーブリャー塩まけ塩と帰るぞ。なんでお前社長に塩任せんだ。自分でやればいいんだろ。じゃあ無理よ。お前俺と結婚しろ。ブリャーハンコ、お前ブリャーハンコ持ってこい。なんでお前のハンコ古谷な感じしてんだよ。じゃあ無理よ。なんでお前俺と結婚しろ。しねえよ。なんで俺お前と結婚しなきゃいけないんだよ。なんで結婚する人が羨ましいってことだろうね。うん、そう。ちょっと待ってよな。フレア！タクシー呼べ！病院連れてきたら。ごめんなさい。皆さんもね、ごめんなさいって言ってるんで許してあげてください。ごめんなさい。でも俺ね、清に最後一個だけ言っときたいことある。おお、どうしたの。俺、来月結婚するわ。おめでとう。